柏市役所で行われた寄贈式では千葉銀行の寺内良介柏市店長から柏レイソルのホームタウン柏市に300席分の招待券が送られました寺内支店長が福祉活動に役立てていただければ嬉しいと伝えると大高和美市長は毎年多くの人たちが招待券を楽しみにしていて 大変喜ばれていると感謝しました。市は今後、招待券を。市内の障害者支援施設の利用者などに配布する予定です。今年で二十八回目となる千葉銀カップ。柏レイソル対ジェフユナイテッド市原千葉は。柏市内のスタジアムを会場に。来月十八日の午後二時キックオフです。なお、千葉テレでは試合の模様を。 生中継でお伝えします。